お団子した時のこの毛先ってどうしてますか？実は意外な方法でまとめれちゃうんです。皆さんこんにちは、渡辺です。今回はこのお団子した時のこの毛先のまとめ方についてご紹介します。お団子ね、される方ってこの毛先の処理って結構難しくなかったりとかしません？例えばこう巻きつけてピンで留めたりとか、ゴムで結んだりとか、あとはヘアアクセをつけたりとかで隠す方が結構ほとんどかなと思います。今回の僕やる方法は多分皆さん見たことない方法で、でなおかつちょっとね、頭の形とかも少し綺麗になる方法かなと思います。なのでね、普段ねお団子される方だったりとか、こう熱くなってきてね髪の毛をまとめたい方に関してはこの方法結構使えるかなと思いますので、ぜひ皆さん覚えておいてください。それでは早速動画をどうぞ。はい、ということでじゃあまず、やっていきます。まずね、まとめる時だったりとかブラシで溶かしてあげると結構綺麗になるので、溶かしていただいて、まずお団子を作っていっちゃいます。まあ高さはね、ちょっと下の部分、まあだいたい耳から少し下あたりぐらい、このね耳から少し下あたりぐらいでまとめてあげるとやりやすいかなと思います。でお団子して、まあこういう風にねお団子される方が多いと思います。でここからまとめていくんですけど、多分皆さんね、ここの頭の部分ってちょっとこう絶壁でペタッとしたりとか、あまりボリュームが出なかったりする方って結構多いかなと思います。で今日やる方法って、この毛先の部分、もちろんあんまりこう長すぎたりとかしたら難しいかもしれないですけど、まあ、このぐらいの長さだったりとかだったら、結構綺麗にまとまるかなと思います。でやり方としては、ここの髪の毛の中にこの毛先入れちゃいます。どういうことかというと、例えばちょっとね、このボリュームが欲しい部分あるじゃないですか、の横の部分からちょっとね隙間を作ります。こんな感じで、でこの毛先をこの隙間の中に入れ込んじゃうんです。こんな感じで、で意外とこれこうやって中にこうやって入れ込んでいくと意外と綺麗にまとまるんですよね。これほら結構綺麗じゃないですか。で少しね、まあ、鏡で見ながらやった方が最初はいいかなと思うんですけど、こうやればもう毛先隠れちゃいません。でまあここのゴムの部分だったりとかを少しちょっと広げてあげたりとか、少し若干ルーズにねしてあげる。でこれだけだったらね、ゴムが出てたりとかでちょっとね嫌だっていう方に関しては何でもいいです。ヘアアクセ、クリップでもいいですし、こういったなんていうんですかね、かんざしみたいなでもいいですし、バレッタでも何でもいいんですけど、このねお団子した部分をちょっとねゴムを隠すように、であとここに、髪の毛今しまい込んだんで、こっちにちょっとねお団子を潰すような感じで、あとはね、このかんざしみたいなとか、あとヘアアクセだったりとか、クリップで、ここに留めちゃいます、クッと。これだけでもちょっとおしゃれに見えませんか？あとはね、まあ全体的にバランスを整えてあげる。と、こんな感じで、お団子ヘアの完成です。はい、ということでこんな感じでね仕上がりました。結構綺麗に隠れてないですか？もう毛先が入ってるってわからないですし、あとはなおかつね、ここら辺の部分のボリュームも出て頭の形も綺麗に見えます。で実はこれね、僕あんまり練習してなくて、一回ちょっとこう入れてみて入るかなと思ったら綺麗に入ったんで動画にしちゃったっていう感じなんですけど、崩れやすい方に関してはこういったねヘアアクセ、かんざしだったりとかクリップだったりとかをつけてあげて、ならやっぱりこうゴムの部分も少し隠れたりとかで、バランスよくね綺麗にこなれ感が出るかなと思いますので、ぜひねお団子ヘアされる方
で、これからの季節ね、結構まとめたりとかする方、このね、アレンジ、ぜひやってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。